大寺町役場正面大寺町役場。大寺港側から大寺町、大寺漁港大寺町は、和歌山県東室郡に属する町である。昔から捕鯨で、全国的に知られた町であり、日本の古式捕鯨発祥の地と言われる。この町は、周辺の町村が合併を繰り返す中、1889年に、大寺村と森浦村が合併した。 当時のまま残っているため面積が和歌山県で一番小さく、その全域が海と那智勝浦町に囲まれている。大寺町は熊野灘に突き出た二股の先に位置しており、海岸線はリアス式、森浦湾と大寺湾のため森浦、大寺と二つの両港に恵まれた。大寺湾の奥には大寺町の主集落大寺があり、漁港の町として大規模な集落が発展している。 森浦湾の奥にも森浦集落があるが、こちらは、至って小規模なものである。紀伊半島の南西部の南方に位置しており、気候は温暖である。なお、東町の北方にして、那智勝浦町の南部、JR 湯川駅付近の海岸にあたる場所には、東町の大技大事に属する生寺夏山が、飛び地として存在する。川、米子川大事町の方面。右側に、 太平洋がある。大寺における捕鯨の歴史は、1606年に和田家一族の和田頼元が、外来の漁師などとともに、原始的な捕鯨技術の開発を行い、大寺裏を拠点として組織的な捕鯨を行ったのが、始まりで、和田一族を中心として5つの差し出組という、捕鯨団体のようなものが形成されていた。その後、1675年に三代目の和田頼り次が、 クジラを網に追い込んで取る網方法という方法を発明すると、今度は和田地族統制の元と大地村一村で大きなクジラ型を形成するに至り、これが200年近く続いた。大地では親子クジラを取らないという独特の習慣もあった。しかし1878年に捕鯨中の事故により100名以上の死者を出す大瀬び流れが起こったため、このクジラ型も崩壊した。 大地が再び捕鯨の町となるのは25年ほど経った日露戦争後のことである。近代的な大資本による捕鯨基地として多くの船で賑わい、クジラ体の処理場やクジラを缶詰にする工場もでき、大地は再び捕鯨産業が盛んになった。遠洋捕鯨船の乗組員としても多くの大地町の出身者が活躍した。小型クジラ類のゴンドウクジラなどを対象とし、 捕鯨銃を使う沿岸捕鯨も明治時代の末には非常に盛んになった。ゴンドウクジラ漁はテント船を利用した捕鯨銃や森による月取り漁となり、また北日本沖でミンククジラを対象として創業する沿岸捕鯨の拠点でもあった。しかし沿洋捕鯨は資源の枯渇などから国際捕鯨委員会を中心とした規制が進み、最終的には 商業捕鯨モラトリアムにより資源状態に関わらず全面停止となった。これにより1988年には大樹でも沿岸のミンククジラ漁を含むヒゲクジラ商業捕鯨が中断されるに至った。以後は捕鯨法を用いてゴンドウクジラ類や土クジラを捕獲する小型捕鯨業と追い込み網漁などのイルカ漁業だけが行われ、 また、追い込み網漁に関しては、他地域での衰退もあり、大地は日本国内で大規模な追い込み網漁が残った唯一の町となった。また、かつては頻繁に行われた小型クジラ類の付近某漁業も、現在はごくわずか行われる。また当地に日本で最後に残るイルカの追い込み網漁が他国から動物福祉の観点から非人道的と批判を受ける。 こともあったが、イルカ漁を支持する国民が多くおり、日本国政府は、イルカ漁は日本の伝統文化だと説明し、2014年に閣議決定した。クジラの町と称し、1969年に大事町立クジラの博物館を建設し、またクジラを目玉とした観光の振興への取り組みが見られる。大事町には、 漁業協同組合直営のスーパーマーケットもあり、芸肉も売られている。また、町称はクジラ、町のマスコットキャラクターはゴンドウクジラである。クジラやゴンドウクジラ、イルカを用いた料理がいくつも伝わる。古式捕鯨巻絵大事2010年のデータではである。クジラの町である。古来から捕鯨が盛んな地域であり。 ゴンドウクジラなどを対象にした沿岸捕鯨が行われる。町の税収の3割は捕鯨からである。ほか、毎年の夏には池巣を設置して観光客が花ゴンドウなどの小型クジラ類と泳げるようにするなど捕鯨以外のクジラ資源の活用を行う。また2010年代から森浦湾を仕切って小型のクジラ目を放し飼いにし観光客の誘致や クジラ類の学術研究などに活用したり、古式捕鯨を伝える施設の建設などの森浦湾クジラの海構想が動いている。水族館販売用など、クジラ類の生態販売に取り組む。国立研究開発法人水産総合研究センターの統計によると、大事町では2009年9月から14年8月までの間に760頭の生きたイルカが販売された。また、 財務省の貿易統計によれば、日本の輸出党数は354党、輸出先は12カ国であり、そのほとんどが大事さんであると共同通信は推測した。大事町内の郵便番号は以下の通り、周廃業務はいずれもキー勝浦郵便局が担当している。大事駅大事町長営順カ橋バス町内には西日本旅客鉄道規制本線が走っている。代表駅は 大寺で大寺町にある唯一の駅である。すべての普通列車と特急列車が停車する。大寺駅は森浦集落の外れに位置し、大寺の中心部へは大寺町へのバスが出ている。正寺夏山地区には規制本線は通るが駅はない。町内を走る主要な道は以下の通り。ドルフィンベース2006年5月撮影クジラを撮り毎年8月15日に、 行われるもので、和歌山県の無形民族文化財に指定されている。1670年頃からクジラ型ので絵染め式に行われていた踊りである。大寺浦、伊佐那祭り毎年8月14日に大寺浦で行われる古式捕鯨の再現。網掛付き鳥捕鯨法をおよそ9メートルのクジラ模型と瀬古船を使って再現するものを蝉流れ。 1878年暮れ、アメリカなどの列強によるクジラの乱獲などの影響で、漁師は近年にない不漁による経済難から好天の中、クジラりに失業して遭難し、一度に104名が死亡、行方不明となった惨事。この件により労働力を失った大地は一気に疲弊、古式捕鯨は事実上壊滅し、後に近代捕鯨へと切り替わるきっかけとなった。 2006年に見つかった世界に一頭しかいない、ほぼ完全な形をした腹びれを持つ反動イルカ。2009年8月22日、大事町でのイルカ追い込み量を批判的に描いたドキュメンタリー映画ザコーブが公開された。大事町側は科学的根拠に基づいておらず、町の歴史や誇りを傷つける不当な行為であると映画を批判した。また、 反捕鯨団体、シーシェパードが活動家を常駐させており、漁業の妨害行為を行っている。和歌山県の人市坂義信知事は、シーシェパードの挑発に乗らず、冷静に対応する漁民の姿勢を称賛した。シーシェパードは、器物損壊、暴行事件などの違法行為も起こしており、大地町側は、反捕鯨団体の活動に備えるため臨時交番を開設し、 違法行為を取り締まる姿勢を見せている。また、和歌山県警と第5管区海上法案本部は、反捕鯨団体の違法行為に対応するため合同で、訓練を実施している。キャロライン・ケネディ中日米大使が2014年1月18日に、イルカ追い込み漁について、アメリカ政府は、イルカの追い込み漁に反対します。イルカが殺される追い込み漁の非人道性について深く、 懸念しています。とツイッターに書き込みを行い、日本では大きな反発を呼んだ。日本語のインターネットでは、外国人が日本の文化に口出しをするな、牛や豚、魚を殺すことは冷酷ではないんですか私はクジラを食べませんが、他国の文化は尊重すべきです。日本の文化への敬意を書いているなどのケネディへの怒りの反応が多数あった。 在日米大使館の聖報道官は、ケネディ大使は、米国内から追い込み量に反対する何百というツイートを受け取り、自分のツイッターに書き込むことを決めたと事情を説明した。米政府は2009年には、追い込み量が、イルカの生息数不足を招くことなどを理由にして、量を支持しない立場を取るようになっており、ハーフ米国務省副報道官は1月21日、 米政府の長年の見解を表現したものだとし、生物資源の持続可能性と同義性の両面で懸念していると表明した。テンプル大日本校のクリーブランド准教授は、ケネディ大使はイルカ漁を取り上げることで、日本に対する他国からの懸念について、もっと日本が配慮する必要があることを日本に伝えたかったのではないかとの見解を示した。大使の声明への反論。 ケネリィ大使のツイートには日本からすぐに、また、官民から多くの反論があった。菅義偉官房長官は速やかに談話を公表し、イルカを含むクジラ類は重要な資源であり、科学的根拠に基づき、持続的に利用すべきと考えている。また、イルカ漁業は我が国の伝統的な漁業の一つで、法令に基づき適切に実施されていると考えている。また、イルカは、 国際保鯨委員会の管理対象外であり、各国が自国の責任で管理を実施することにしていると、米政府に理解を求める見解を出した。安倍晋三首相は CNN のインタビューに応じ、古来続いている量で、彼らの文化、監修として、生活のためだということを理解してもらいたい。また、それぞれの国、地域には、祖先から伝わる様々な生き方、慣習。 文化がある。当然そうしたものは尊重されるべきだと思うが、同時に様々な批判があることも承知している。そして漁の仕方も相当工夫されていると聞いている。漁も漁獲方法も厳格に管理されているなどと述べた。イルカ追い込み漁が唯一行われている当地、大事町の三県一校長長は、地元の漁師たちは漁業権を行使しているだけだと述べた上で、 絶滅の危機にある動物を捕獲しているわけではないとし、我々は住民を批判から守る必要があると述べ、さらに、シーシェパードは、資金集めや、宣伝のために追い込み量を利用していると非難の声を上げた。映像ジャーナリストで、和歌山大学特任のサイモン・ワーン助教は、本当に生命を守るとは、センセーショナルな映像を作って流すことでない。 生き物に感謝して生かされていることに感謝すること。胎児にはそういう文化が伝わっている。また、捕鯨は胎児で連綿と受け継がれてきた技術。油を取って捨てるようなことはせず、必要数だけを取り、すべての部位を使い無駄にしない。胎児の捕鯨こそ、環境に配慮した持続可能な量と話している。なお、当のケネディ大使は、こういった賛否両論について、 論争が行われるのは健全なことであるとコメントしている。2014年2月25日、日本政府は閣議でアメリカのケネディ中日大使が反対している日本のイルカ漁に関し、我が国の伝統的な漁業の一つであり、法令に基づき適切に実施されているとの答弁書を決定した。内容は政府はイルカを含むクジラ類は重要な水産資源で、 科学的根拠に基づき持続的に利用すべきだと記した上で、引き続きイルカ漁業に対する国際的理解を得られるように努力していくとした。食物連鎖によって、メチル水銀はクジラ、イルカなどの海洋哺乳動物で濃縮されることが知られている。2010年、大地町からの要請を受けて、環境省の国立水生病総合研究センターは、毛髪水銀濃度測定による、 メチル水銀摂取状況及び健康の影響に関する調査を実施した。国内14地域と比べ、毛髪水銀濃度は明らかに高く、世界保健機関の安全基準値を上回る者も43人いた。クジラ類の摂取との関連性が示唆されたが、健康への影響そのものは認められなかった。その後、2012年にも調査を行い、 所長の安倍晋一が健康に問題ない旨の宣言を行った。センターは引き続き退治への影響を含めて調査を続ける方針である。ありがとうございます。